水占い浅見アナ、声を荒げながら資料を叩きつける何なん,なんだよ。16日放送の「昼なんです」。日本テレビ系で、水占い浅見アナウンサーが、有吉博行に、いいようにネタに使われてしまう一幕があった。番組の「超限定マーケティング」のコーナーでは。 20から30代男性に聞いた「一緒に鍋をつつきたい女性芸能人 TOP10」をテーマに出演者らがランキングに入っている女性芸能人を当てていった1位は石原さとみ、2位は綾瀬はるかそして4位に「髪と彩り」5位に「2位がキユイ」と正解が出たところで川北真由子がヒントを求めたすると司会の有吉弘行は 横に立つ水ぼくアナを軽く刺し、鍋のイメージないと、一言。さらに、有吉は、あの人気女子アナ。よく食べますし、と、水ぼくアナを連想させるワードを続けた。盛り上がりを見せる出演者に加えて、河北も水占いちゃんで。と答えた。しかし、ブー。と、不正解のブザーが鳴り、水ぼくアナは、 手元の資料を叩きつけ、何なんだよ、本当によ。と声を荒げると、スタジオは大きな笑いに包まれた。水ぼくアナは20位までにランクインしておらず、何で入ってないのと訴えたが、有吉は、20代から30代の男性は、水占いさんと鍋を食べたいと思ってません。と断言して笑いを誘った。その後の 有吉をにらみつける水ぼくアナが映し出されたが有吉は水占いさんは残念ながら入っておりませんでしたと改めて水ぼくアナをいじって笑いを誘ったちなみにランキングトップ10に女子アナは1人も入っていなかった